フェミトーク。ちょっとなんかあの番組っぽく言っちゃいましたけども。本当ですね。はい。さてこの度始まりましたフェムトークなんですけれども、この番組はですね、私青木さやかと、そしてロート製薬の社員さんたちで、女性特有の健康課題や体の悩みについてぶっちゃけトークを展開して、視聴者の皆さんの心と体が少しでもちょっとでも軽くなることを願うトークプログラムとなっております。さあ第1回目の今日は一緒にお話ししてくださるのはこの方たちです。はい、私ロート製薬製品開発担当の柳です。よろしくお願いします。柳お願いします。そしてはい、私ロート製薬の商品企画担当のウエムです。よろしくお願いします。ウエム。そしてみんなはいってやってるので、はい、マーケティング担当のかおちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、ガムテープを貼ってらっしゃるんですね。そうですね、はい、やっぱ分かりやすい方がいいかなと思います。とても分かりやすいですけれども、はい、名字じゃなくて、はい、あだ名みたいなことですかこれは。そうです、そうです。弊社はですね、ロートネームっていうニックネームがあって、入社の時にみんなこうそれぞれニックネームをつけるんですね。なんか上下関係なくみんなあだ名で、あだ名というかニックネームで呼び合っております。はい、それなんでですか。そうですね、フラットな方が、うん、まあ、仕事も進みやすかったりとかするので、やっぱりこう上下関係を作らずに切磋琢磨しながらやろうっていうのでつけてますね。それ年が上でも例えばかわちゃんさんとか呼ぶことはないんですか。なくて、はい、おさん付けなしで、かわちゃん禁止で、はい、かんちゃんありがとう。こんな感じです、はい、入社するときにそれを決めるんですね。はい、はい、だからもう社員証にも自分のそのロートネームがついてるんですよ。へー、それで仲良くなってる感覚あります。あります。そうですね、やっぱり年齢関係なく呼びやすいというか親しみやすくなるかなと思います。じゃあ私も何かロートネームみたいなのつけてもいいんですか。はい、ぜひぜひ。じゃあそうです、思い切って青木さんにしようかな。そうですか。そういう人もいますか。あ、います、います。あ、いるんですか。はい、やっぱりその方が呼ばれた方が嬉しいっていう人は。じゃあでもそうだな、じゃあ青木さんとか。青木さんとか、 なんか柳さんみたいな感じでちょっともじる人もいます。へー、青木さん。あ、じゃああんまりピンとこないけどそれで青木さんで、ね、いいです、青木さんにします。さんはつけずに青木で、青木、はい、やってみます。ありがとうございます。なんか私たちの世界だとそういうことってなかなかないので、すごい新鮮な感じ。皆さんは部署がそれぞれ違うんですよね。そうですね、会ったことはあるんですか。はい、はい、何度も普段からもう一緒に仕事をしてる感じです、はい、そうなんですね、はい、ここはヘムケアチームで、こちらは どこなんですか。これはですね、弊社の東京のオフィスになってます。ここで皆さんお仕事されてる、はいはい、すごい素敵なドラマに出てくるような働きやすくないですか。すごい働きやすいですね。このね、フラットにオープンなところなので、うん、こうどこの部署の人もこうディスカッションしに行きやすかったりとか。なるほど。じゃあここでみんな喋るってこともあるわけですか。はい、あります、あります。でご飯は食べないんですけどね。ご飯は食べない。ご飯は食べない。ご飯は汚したら怒られます。なんかこういうのにね、撮影初めてですごい緊張しますって言ってた時にむちゃくちゃ喋りますね。元が大阪のね。あ、大阪から来てるんですか。大阪から来てるんですか。はい、大阪から来ました。普段私たち大阪で仕事をしているので。そうですか、はい、じゃあフェムケアチームの皆さんにちょっとお聞きしたいんですけれども、はいはい、私もフェムトークって叫んどいてなんなんですけれども、はい、フェムって一体どういう意味ですか。世の中的にはそんなにまだ有名じゃないですよね。そうですね、 そうですね、そのフェムっていうのは女性っていう意味で、うん、ケアはケアなんですけれども、うん、フェムケアっていうのはその造語なんですよね。でやっぱり女性の悩みだったりとか、そういった課題を解決しようっていうサービスだったりとか、商品をまとめて全部フェムケアって言って呼んでます。あ、でフェムトークっていうこの番組ですけど、うんうん、はいはい、どうしてフェムトークっていうのを
こうスタートさせようと思ったんですか？そうですね、その女性のその何でしょう、デリケートな悩みだったりっていうのはちょっとなんかこそこそ話したりとか、ちょっと人に言いづらいみたいなのがあると思うんですけれども、うん、そういうのをもうちょっとオープンに明るく話せる場があったらいいなと思っていて、ちょっと今日はあの青木さんにご協力いただいて、はい、そういった明るい場にしていきたいなと思ってるんですけれども、うん、でオープンに話すことによって悩んでる女性の方がこの番組を見た上で自分もやっぱりあそういう悩みあったんだなっていうのを共感してもらったりとか、気持ちが軽くなってもらったらいいなと思ってこういった番組をしようと思いました。確かにその女性特有の悩みって世代なのかもしれませんけど、私今50ですけど、なんか人に言っちゃいけないみたいな空気感ってすごいありましたよね。世代ですかね、多分皆さん私よりも若い、あんまりね年の話もこの時代 NG なんですよね、はい、でも、まあ、でどうなんですか、若いとするんですかね、友達と。話題によっては、うん、あのする話題もありますし、でもまだまだこう人に言いにくい話題も、うん、あって、うん、でもなんか人と比べられないじゃないですか、だから私だけ変なのかなとか、そういうところで悩んでる方っていうのは多いのかなと思います、うん、ちょっとこそこそ話したり、うん、自分でネットで調べてみたりとか、うん、そういう世界です。昔なんかネットなんかなかったから、うん、本当にちょっと私なんか自分がおかしいのかなとか病気なのかなって何度も思ったなってことを思い出しましたね。そういう方多いんでしょうね今でも。そうですね、なんであの、まあ、給湯室だったりとか、うん、そういったところでこそこそって話すとか、まあ、トイレとかよく、うん、あの女子でトークするじゃないですか、トイレで、うん、そういったところじゃなくて、まあ、今日はこういうオフィスの中なんですけど、うん、オープンなところで話してみようっていう試みで、あこそこそしないでね、うん、もう誰に聞かれてもいいよ、うん、そうです大声でっていう場所で話すっていうことですね、はい、うん、さあそして私たちが着ているこの T シャツは一体何でしょうか。まあ、私たちの中でこうワークショップ一回やったことがあって、あの女性特有の悩みを引き起こすのってやっぱり女性ホルモンが、うん、あの原因なんじゃないかっていうところを突き詰めまして、うん、でその話をしている中である人がなんかこう自分の中に暴れ馬を飼ってるような感じ、うん、なんかこうやっぱりイライラしたりだとか落ち込んだりとか、うん、結構バイオリズムが崩れていくじゃないですか、うん、なので暴れ馬に乗ってる感じだなみたいなとこを言い出してこういったものをちょっと作っちゃいましたね。あ、はい、どうしてもコントロールが効かない時ってありますもんね。あります、あります。女性ホルモンのせいだってことがあるわけですね、うん、はい、そうですそうです、あ、はいはい、なんか私の絵だけちょっと暴れ気味ですかね。ちょっと暴れ気味ですよね。私たち寝てたりとか、そうですね、可愛らしい感じですよね。そうなんです。女性ホルモンってその暴れるだけじゃなくて、こうやってなんかこう2人でお茶を飲んだりとか付き合ってくれたりとか、時にはこう癒しになったりとかっていうところのなんか自分たちを守ってくれる一面っていうのもあるので、ちょっとこうバリエーションで、あの作らせていただきました。なるほど、私もそっちの T シャツでも良かったんですけどね。そうですねそうですね、ちょっと暴れ気味な感じでそもそも女性ホルモンって何かを知らないですよ。女性ホルモンっていうのは、まあ、2種類ありまして、うんうん、まあ、よくあのエストロゲンって言われるものとか、あとプロゲステロンと呼ばれるものがあるんですけれども、その2つのホルモンがこう波を打つようにというか、うん、変化をしながらその女性のバイオリズムを作っていくと、うん、でそのバイオリズムの中であのよくある生理が起こったりとか、そういうことも起こっていったりするっていう感じですね、うんうん、それを女性ホルモンをキャラクターにしたの、はい、そうですそうです、フェムトークのシンボル、シンボルですね。この子は名前はあるんですか。はい、あの鬼影って言います。鬼影、はい、どういう風に書いて鬼影なんですか。もうそのままです、鬼に鹿に、え、毛でしたっけ。鬼に鹿に毛、はい、なんか強そうですね強いからこそ暴れちゃうし、うん、強いからこそ私たちを守ってくれるみたいなところ、うん、なんかよくできた話かなと思ってでも女性ホルモンっていうよりも鬼影をどうにかしよう、自分たちでコントロールできたらいい、うんうん、はい、うまく付き合えたらいいねってことが伝わるといいですね、うん、そうですね。なんと番組宛にメールが届いている、初回なのに社員だったりとか、はい、社員の家族とかお友達とかからエピソードをちょっと募りましてですね、うん、今回それを元に進めていこうかなと思っております。わかりました、はい、じゃあちょっと紹介を、あ、メールです、メールです、ありがとうございます読みますね。あーちゃんさんから、中高生の頃から人より生理が重いと
感じてはいたのですが、社会人になってますます腹痛や頭痛の症状が辛くなってきました。病院に行くべきと迷ったりもしますが、正常と異常の境界はどんなところですかっていうことなんですよね、うん、でもすごいよくわかるな、この正常と異常っていうのが自分では判断つかないっていうのありますよね、うんうん、他の人と比べられないですからね、うん、本当に、まあ、毎回さまざまなテーマを設けて、うん、まあ、ぶっちゃけてトークをして、うん、見てる人たちの心と体をこう軽やかにしていこうっていう番組ですけど、まず初回は生理だっていうことですね、うん、はい、そうです、生理はね、女性なら誰しも訪れるものなので、うんうん、みんな分かりやすいかなって思ってます、うん、そうですね、はい、そういえば私今50ですけど、1年ぐらい生理来てないような気がする、まあね、時期的にそろそろまあ更年期と呼ばれる時期なのかなっていうのはあると思うんですけれども、うん、一応その生理がまあ更年期の時期になるとこう揺らいでくるというか、でこう生理の期間がこう1年間なかった時にその過去を振り返ってまあ閉経したっていうふうに言ったりとかは学術的には言ったりするんですけれども、じゃあもし閉経してたとしても、はい、この話私入っていいんですかね、はい、大丈夫ですか、はい、ぜひあの若い頃とかそれちょっと思い出しながらやってみます、はい、私は確か生理が来たのは中学2年生とか3年生ぐらいだったと思うんですよ、うん、はいはい、ですっごいひどくて、うん、あの腹痛、下の方が、ね、お腹の下の方がすごい痛くて、うんうんうん、座薬をしてましたよ、ボルタレン50っていう、もう鎮痛剤じゃ効かなかった感じですか、全然効かなかった、でも生理で休むって、ね、いうことがちょっと言えないというか、うん、病気じゃないですもんね、うん、生理が、うんうんうん、それをあの担任の先生にも言ったことない、わかります、なんか私もあのずっと電車通学だったんですけど、うんうんうん、お腹痛くて無理、もう冷や汗ダラダラで、分かる、で途中で降りて遅刻しましたってなった時に、うん、先生にもやっぱ言えないなと思って、うん、普通に寝坊して遅刻した人になってました、うん、もうそういう人って意外と多いんじゃないかなと思ったり、うん、そうですね、どうでした柳、私はあの社会人になってからの方が結構ひどくて、そういう人もいるんだ、はい、だから私はもうなんかこう生理の時とかだと、うん、もう仕事の効率がもうお腹も痛いし、うん、もう気分も落ち込んじゃうし、うん、ズーンとなってもう 30% くらいの効率しか出ないみたいな、ね、時にはやっぱ休んじゃう時もありましたね、それが生理だって言って休んだ、いやだからこう、ね、女性の上司とかだったら、うん、あのこそっと言えるんですけど、うん、こう男性の上司だとねなかなか言いにくいなっていうのもあって、そうでだよ ね、そうなんですよ、母ちゃんどうでした、私もあの柳と一緒で、うん、社会人になってからひどくなりました、まあ、なんかストレスとかかかってたりとかちょっと今までと環境が変わったりっていうのもあったと思うんですけど、うん、本当にもう生理痛がひどかったので、うん、1日寝てないといけなかったんですね、だからもう土日に生理が来ますようにって祈りながら毎月わかります、めっちゃわかります、どうか月曜日はやめてくれと思いわかる、何日目がひどかったですか、私は1日目なんですよ、うん、それも人によるのかな、私は2日目とか、うん、私も2日目派です、うん、私1日目それぞれなんですね、うんうん、私はなんかね出産したら、うん、あの良くなることがあるって産婦人科でずっと聞いてて、はいはい、実際そうだったの、あ、一緒です、あ、すごい楽になって、一緒です、そこは本当に、うん、本当に良かった、うらやましい、私子供産んでどっちかというとひどくなりました、あ、そういう人もいるんだ、はい、今までそのままずっと軽いままでした、そう、でもね時折、うん、辛い時ありましたね、うんうん、理由はなんかよくわからないんですけども、やっぱりねストレスの影響とかも強く出たりするみたいですね、あ、そうなんだ、はい、あーちゃんさんも社会人になってから辛くなりましたっていう風に言っていて、社会人になると受けるプレッシャーとかストレスってちょっと変わるじゃないですか、それが原因でちょっとひどくなってる可能性もあるかなと思います、確かにね、ストレスがかかると鬼影は暴れそうな感じしますもんね、そうですね、そして正常と異常の境界はどんなところですか、これは多分みんな気になるところじゃないかなと思うんですけど、そもそも正常っていうと どういう感じのところにあるんですか、はい、やっぱり基準がありまして、まあ、その周期って言ってこう生理が始まってから、うん、で次の生理が始まるまでの期間が、うん、大体こう正常だと25日から38日
まあ、30日前後っていうふうに言われてるんですよ、うんうん、あとは、まあ、例えば期間、まあ、生理がね、経血が出る期間が、まあ、3日から7日が正常の範囲って言われていて、3日もの人もいるんだ。そうですね、うん、やっぱりね、少ない方だとそれくらいになってくると、うん、まあ、あとは経血の量ですけれども、うん、まあ、出る量も20ミリから140ミリ。へえ、すごい差がある。そうなんです、うん、でも自分でこう何ミリ出たかって分からなくないですか。いやいや、分かる人いるの。いや、いないと思います。測れないですよね。そうなんですよ、測れないですよね。そう、1日基準としてはそういう量があるらしいんですけれども、はい、その期間を外れてくるようだと、うん、まあ、月経異常というか月経不順っていうところに、これも短くても長くてもダメなんですね、はい、閉経っていうのは何歳から何歳ぐらいが、うん、正常なんですか。はい、まあ、大体、まあ、43歳から54歳頃っていうふうに言われてますね。じゃあ妊娠かなと思ったら閉経だったみたいな人も世の中にいるのかもしれませんね。そうですね、婦人科の方に行ったら、あれそうだったのっていう方は多分いらっしゃるんじゃないですかね、うん、じゃあ閉経したかどうかって婦人科に行けば分かるってことですか。閉経だっていう基準っていうのが、過去を振り返って1年間生理がなかった時っていうふうになるので、うん、もう先生がね、1年間もう生理来てませんっていうことで、まあ、月経異常ではないですよっていうことであれば、おそらくそれは閉経ですよっていうふうな診断がつくんじゃないかなと思いますね。そうか、はい、あれはどうなんですか。昔よくね、うん、なんか、あーちょっとあんたが生理になったから移ったじゃんみたいな。言いました、よく言いました。ありましたね。ありましたね。ありましたね。ありましたよね。ありましたよね。あれは多分ね、わからないんですけど、都市伝説じゃないかなと。そうなんだ、はい、まあ、のそれぞれのバイオリズムで、はい、来てるので。あ、はい、じゃあ移るものではない。そうですね。フェムトークではこのような皆様からのメールをお待ちしております。宛先は ft@loto.co.jp までお待ちしております。生理、織物、デリケート部位の悩み、妊活、更年期、そして私の中の鬼影、ホルモンバランスのことなど、お悩みやエピソードをぜひお寄せください。生理の話まだ続きます。